セイで、僕初めて読んだんですけど、そこでの質問です。無常って、ヒロさんは何だとどう思いますかっていう。無常か、それと物事をありのまま見る。ありのまま見るってついこうどうしても、僕前からありのままってなんだろうっていうのは自分の中でよく分かっていて、その意見についてヒロさんはどう思うかなっていうのを聞いてみたいと思って。すごいね、すごい質問だよね。ながちゃんが思ってる無常感ってどういうことなんですか？無常感は、多分こう諦めとかではなくて、もっと奥先にある。なるほどね。全部ひっくるめて、まあそうだよねって、そういうのもあるよねっていうのを受け入れられる、達観したような感覚というのが、そういうことよね。だからそこの境地に自分は全くいないものですから、いまいちイメージがつきづらい。なるほどね。無常感ってどう解釈すればいいのかな。ただのなんか諦めとか寂しさじゃないんで。その先なんだろうけど、なるほどなるほど、そういうことね。普通に無常感っていうと、要はちょっと虚しさを感じたりとか、空虚な感じを匂うんだけど、そうではなくてもっと深い概念なのではないかっていうふうに思ってるわけだよね。要はすごく簡単に言うと、世の中は当たり前のことなんか何一つないし、永遠に同じでいる存在なんて全くないっていう考え方ですよね。そう。常に不安定なものなんだと。私たちは実は生まれてきた時から不安定なわけだよね。人間なんてもういい例で、要は命からがら賛同から生まれてくるわけだよね。もう本当に賛同の中を誰に教えられたわけでもなく、くるくると回転しながら、お母さんの、お腹の中から出てくる。で、その時点で死んでしまう子もいたり、首にへその緒が巻きついてしまってっていう子もいるし、障害を持って生まれてくる人ももちろんいるし、そういう意味では実に不安定な状態で生まれてくる。しかも人間って地球上で最も弱い生き物なんですね。地球上で最も弱い生き物は人間の赤ちゃんですね。そう。だって、キリンとかって、馬とかって、生まれた時からすぐ立てる。イルカでも生まれた瞬間からすぐ泳げる。そうですよね。けど人間の赤ちゃんって、そこに半日転がしといたら死ぬんですよ。何もできない。もう食べ物でさえも、おっぱいを口元に持ってってあげなきゃ飲めない。ね、排泄物すらも自分で処理ができない。リンコの赤ちゃんだってご飯ぐらい自分で食べれるし、排泄ぐらい自分でできるわけだよね。そういう意味では人間ってとてつもない不安定感の中で生まれてきてるわけですよね。で、世の中に英語で言うとインモータルって言うんだけど、不滅のものってあんまりないんですよね。不滅に憧れるんだよね。永遠にみたいな。でもね、そんなものほとんどねえんだよって。そう、世の中は、人生は、地球は、宇宙は、人生はいつも移り変わっていくものだと。だからね、まさに祇園精舎の鐘の音っていう、有名な、ありますよね。そう、諸行無常の響きありっていう。あれがまさにそうで、どんなに勢力を誇っていた存在でも、やっぱり諸行無常、いろんなことを移り変わっていく中で、人生は流れていくものだと。だからこそ私たちはどう生きなきゃいけないかということを問いかけてる言葉なのかなとも思いますし。例えばね、世界遺産とかで残されてるああいうアンコールワットとかでも、ピラミッドとかでも、多くはね、これを目指してるはずなの。不滅。永遠にここで王を祀ろうとか、永遠にここに王朝があった証を残そうって言って残すんだけど、ああやって廃れていくわけだよね。石はボロボロになっていくし。そう。で、不滅なものがね、日本には1個あるんですよね。1個じゃないんだけど、厳密に言うと1個じゃないんだけど、すごく有名なものが日本に1個あるんですよ。これを象徴しているものが、イモータルなもの、不滅な存在。世界遺産にすらならない人類の遺産が、あります。それを伊勢神宮と言います。伊勢神宮は20年に1回全部建て替えるんですね。そう、伊勢神宮のお社とかってね、20年に1回全部建て替えるの。何百億円かけて。そう。で、神様もね、隣の敷地に移動するの。こうやって。そう。で、今はだからこっちでお社が建ってんだけど、次のね、ちょっと隣の敷地空いてんだよね。20年後はこっちに来ますっていう。で、3年ぐらい前にその、いわゆる、あれがあったもんで、式年遷宮って言うんだけど、この遷宮さんがあったもんで、僕らはね、そのビフォーアフターを知ってるんですよ。うわ、なんか4年前までこっちに参ってたのに、今年からこっちになってるみたいな。うん。要は、心はそのまま。そう。神様の存在もそのままで、建物だけは入れ替えていく。床若って言うんですけど、うん。常に若い。うん。床若っていう考え方で、これがまたね、すごい英知で、要はね、20年に1回建て替えるってことは、下の世代にその技術が伝わっていくってことなんだ、ね。永遠に。これ、式年遷宮がないと、この、ね、伊勢神宮のお宮を作るって高度な技術が廃れていくわけですよね。そんなの必要ないよって、もう現代に職人なんかそんな食べていけないしとか言ってね、儲からないし需要もないからとか言って、そうやって日本で優れた技術がどんどん廃れていってるんだけど、伊勢神宮の中だけは、その技術そのものが20年に1回、下の世代、下の世代に永遠に受け継がれていく。で、式年遷宮を続けてる限り、伊勢神宮は永遠に不滅なわけだから。うん。その魂がずっとそこにあるっていう。うん。ピラミッドとか、アンコールワットとかっていうのは、ああいうのはいろんなね、お墓とか、王朝の証として残してあるんだけど、はっきり言ってまさに、遺跡なんですよね、だから。そう。残した後。そうそう。ただの後でしかない。けど、伊勢神宮の中は、永遠に魂が生きてるってことですよね。そう。すごい考え方だよね、だから。うん。そう。だから、ギリシャのパルテノン神殿とかでも、ちゃんと遺産として残ってるけど、コロシアムとかも、あれもどんどんボロボロになっていくからね。そう。で、伊勢神宮だってほっといたらそうなるんだけど、20年に1回ピッカピカにして、人の心も20年に1回、もう1回お伊勢さんのために何ができるかって言って、あれ国がお金出してんじゃなくて、伊勢の町の人たちが寄付して作ってるんで、ね。何百億円って。大きな企業さんがバーンとお金出してね。そう。って言ってみんなで支え合って作ってるから、すごい考え方だよね。うん。だから世の中は移り変わっていくからこそ、常若、永遠に若く、不滅を目指して変化し続けてるわけだよね。そう。だから世の中は無常であるからこそ、ね、常なるものは何もないからこそ、安定というものが何もないからこそ、私たちは変化して生きていかねばならない。っていうことをきっと言ってるんだと思うんだよね。そう。結局、地上を見ても生き残った生き物って強い人じゃないんですよね。強いものが生き残るんだったら、今でも恐竜が歩いてるはずなんで。でも恐竜絶滅したわけですよ。で、人間だけはなぜこんなに生き残って、これだけの、発展をすることができたかっていうと、この諸行無常の世の中の中で変化し続けながら生きることができたからですよね。変化に対応しながら、だから前もさ、こんな覚えてる？このダーツの的ってのやったの。そうそう。この一番外側が安定だったんですよね。うん。安定感とか目指してると、人生はボロボロになるよって話したと思うんです。そう。だって安定なんかないんだからっていう。ね、まさにこの無常なる世の中だからこそ安定で人生そのものが無常なわけがない、常なるものがあるわけないんだから、無常なわけだから、安定目指してる場合じゃねえぞと、真ん中の貢献を、他者に対する貢献をいつも考えてると、最終的にはいい人生になるよっていうね、その話をしたと思うんですけど、そういうことをまず無常というのは教えてくれてるんじゃないかなと。うん、僕はね、北条記ちゃんと読んだことがないんで、当時のニュアンスで何が書かれてるかわからないけど、当時なんかもっと無常だったわけだよね。そうですよね。そう。まさに、そう、天災ね、震災とか、飢饉とか、流行り病とかね、戦があって、さ、この前までもう、全盛期を誇ってた、もう平家が、急にこう、源氏に変わってみたいなことが。で、その源氏でさえもまた倒れてみたいなことが、いっぱいあった時代なので、それをね、表してるんでしょうね。今まさにでも、この世の中も無常になってると思うんですよ。スピード感が上がってるから、どんどん変化し続けてる。うん、もう2年前まではなかったはずのテクノロジーが、もう一気に市民権を得てる。代表的なものがビットコイン。そう。ね、仮想通貨なんてものが、あんな怪しげなものが2年前までは何それって言ってたのが、もう今普通に使いこなされてるっていう世の中になってきてるので、とんでもないですよね。そういう意味でスピードも上がって、ますます無常になってるので、変化に対応しながら、まさにこれってだから変化なわけだよね。伊勢神宮の、式年遷宮っていうのは、変化し続けながら、魂は残していくっていうね。受け継いでいくっていう考え方なので、そんな考え方なのかなっていうのが、まず1個目の僕の回答ですね。で、2つ目の今度、ありのままっていうことについて話をしてみると、これね、中ちゃん、なんか、方丈記に書いてあったの。ありのまま物事を見る。そこは書いてないんですけど、ただ、そういうような、常なるものはない、こういう世の中だからこそ、多分よりよく生きようっていうことのためには、多分、どんなことがあってもそれを受け止めて、それも、なんですかね、だと思うと、ありのままその物事を思考を見るっていうのは、どうやったら見られるのかなっていうふうにたどり着いたんですかね。もう、ありのままに物事を見ることぐらい難しいことってないわけですよね。人間必ずそこに感情を入れるので、ありのままに物事を見れた人はお釈迦様だけでしょうね。その領域まで本当はいかないと、人間って絶対個人的なフィルターがかかるので、で、私たちのフィルターって何かっていうと、これまでの人生経験なんですよね。例えば分かりやすい話、例えばキエとかがね、子供の頃からずっといじめられてきてて、人は信じられないものだっていうフィルター、要は分かりやすく言うとサングラスですよね。そういう人は信じられないものだっていうサングラスをかけていると、周りの人もそう見える。長ちゃんな、良さそうな人、良さそうな顔してるけどどうなんだろう。ヒロさんな、口ではいいこと言ってるけどどうなんだろうっていうふうに世の中が見える。要は全然ありのまま生きてないわけですよね。人間は必ず一人一人サングラスをかけてます。自分の過去の経験から照らし合わせたフィルターですよね。なんでこんなサングラスかけるかっていうと、脳が疲れるからなんですね。毎日物事をありのままに見て感動し続けてたら生きていけないんですよ。そうですね。今、うちの1歳児の息子ももうすでにだいぶフィルターかかってきてると思うよ。いい意味でね。彼は世の中はいいとこだ。僕は愛されている。僕は兄ちゃん、父ちゃん、母ちゃんにめっちゃ愛されてるっていうフィルターをそろそろかけ始めてきてるので、やっぱりね、1歳半ぐらいでもサングラスってかけるわけですよ。でも生まれてきた時はサングラスかけてないんでね。世の中をありのまま見て、なんだろうこれ。なんだろうこれ食べてみよう。なんだろうこれ口に入れてみようっつって、全部ありのまんまそのまんま見てるわけだけど、だんだん認識が始まるよね。これってなんかペコペコ言うやつだよなとか、これってなんかこの前父ちゃんになんか怒られたこれ、なんか書いたらあかんやつやなこれっつって、どんどん認識が始まっていく。で、人間そうやって大人になってもさ、物事を全部ありのまま見て、毎日感動しとってみ？生活できないから。すごいなんだ、ペットボトルってなんてこんな美しいんだろうとか、このペンケース何？どうやって作ってんのこれとか言って、仕事なんねえじゃん。だからね、私たちの頭って慣れるようにできてるんですね。だんだん自分でそういうフィルターをかけるようになっていく。だからありのままにクライアントを見るとか物事を見るってめちゃくちゃ至難の技です。絶対主観入るんで。だから結論から言うとほぼ無理。で、しかもね、本当にありのまま見てしまったら多分何の感動も起こらなくなるはず。花を花としても見れないってことだもんね。そうだよね。花やな、赤いな、綺麗だな、とも見れなくなるんだよね。ただその存在として見ることになっちゃうんで。名前がないよね。主観があって、フィルターがあるからこそそこに感動も芽生えるわけであって。だからね、これ極論言ってるけど、本当に物事をありのまま見てしまったら、感動が一切なくなると思うよ。分析とかも一切しなくなるしね。ただただそのまま見るって感じになるから。ものとしてすら、存在としてすら認識しなくなるからね。だから、それは極論だけど、でもできるだけ自分の主観を入れすぎずに、クライアントをありのまま見ようとか、相手にありのまま寄り添っていこうっていう生き方は合ってると思いますよ。人間主観で生きてるから。長ちゃんがなんか悩んでる。ああ、もうどうせこういうことで悩んでんだろうなって主観を絶対入れたからのね、人間って。そう、なんだよ、店長長年やってんだったらちゃんとしろよっていう勝手な主観だったりとか、そう、なんだ、給料もらってんだったら文句言うなよっていう自分の意見を入れちゃったりとか、絶対それで妙なフィルター、サングラスかけるわけですよね。でそれ一回取っ払って、長ちゃんは今どんなことに悩んでるんだろうとか、何がそんなに苦しくて、何がうまくいってないんだろう。どうやったら長ちゃん幸せって言ってくれるんだろうっていうところに心を合わせていく。心を寄り添わせていくっていう態度が大事ですよね。そう。だから別にありのまま見ることばっかが大事でもないかもしれないしね。ありのままに見ようとする態度が逆に大事。そうですね。だよね、きっとね。そう。っていうことなんでね、きっとね。本当に物事をありのまま見ることなんて僕らできないんで。生まれた時の脳みそに戻らないと。あ、やっぱすごい好きでしょ。あ、いいねいいね。よかったよかった。そんな感じかな。ありのままについて。最高ですね。ありがとうございました。イエーイ。せーの、いいね。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただくと、日本を元気にしたい、日本中復活したいっていうね、私のメッセージがまた日本全国に届いていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。